オナラへようこそ。今回はおしゃピク撮影用に準備するアイテムをご紹介します。レジャーシート、ランチボックスセット、カッティングボード、ドリンク、花瓶とお花、ピクニックバスケットと水筒、それとパステルガーランドの作り方、2色の毛糸と厚紙を準備します。厚紙に毛糸を巻きつけていきます。台紙から毛糸を抜き、真ん中を毛糸で縛ります。結び目を起点に2つに折り曲げます。別の毛糸で毛束の上から1センチメートルの部分を縛ります。輪っかになっている毛束の先をハサミで切ります。撮影の様子は次回、宇陀アニマルパーク編最終回で。お楽しみに。